こうやって。これぐらい。ほら、いけ。ほら。よしよし、いい感じ、いい感じ。あいつ残り体力20だもん、これで。で、爆弾は蹴られるんですよね、さっき試したところ。あ、バレた。爆弾は何らかの対処をされてしまうんですよ。だから、いやでも、リモコン爆弾を、布石としてここに置いておいて、問題はあいつなんだよな、一番強いのは。なんか、想定してない動きです。よし、今なんか燃え移っちゃったけど。あとあの、弓を撃ってくるやつ。あいつ始末した。よし。この状況で、戦いたいので、カチコチ効果があるもの。でも50秒だもんね。これは盾を構える。よし、あ、壊れた。今、よし、ブーメランが壊れそうか。ブーメラン以外の武器に変えよう。しのぎ、おお、マジか。今なんでガードできなかったんだろう。あ、タイミング、ハリー取るタイミングを間違えちゃったな。マックスまで回復しないとでもダメだもんね。あと体力何本？ 50 か。50だったら体験でいけるんだよな。危ねえ。こいつ2発ある。よし、あとはこいつ50だから、うお、その攻撃は卑怯でしょ、その状況で。2、3、相手の出方を見よう。おっしゃ、あ、ダメか。まあいいや、これは。よし、これはいったでしょ。よし、鋼鉄リザルシールド、ありがたい。三つ股リザルブーメラン、そんなものまで。お、騎士の弓、ありがたいね。ボコ、トベ、トゲボコ弓がまだあったと思うから、これを捨てて騎士の弓に変えましょう。タワーは？タワーどこだ？一旦高いとこ登りましょうか。でもタワーこの辺だった気がするんだけど。あ、あるある。まだもうちょっと離れてるっていうか、まだそういう登るようなギミックあるんですね、この辺り。道のり長いなぁ。55薬飲みますか。ん？まだ見ぬリザルフォス。エレキリザルフォスか。あ、消えた？おお、なんだその動き。電撃を身にまとってる。電撃を吹いてきそう。しびれリザルフォス。おお、放電。こいつパターン化もうしたな、さっきの試合で。
あれ、この後避けるでしょ。これが放電か。放電した時も撃つか。それが早いわ。あ、当たんなかった。こういうヒットアンダーエイシンとかブーメラン投げたりとかするんですね。初めて見た、こいつがブーメラン投げてるシーンか。ウィザルホスの騎士っぽ、結構揺ら集まってきたな。ガーディアンがいる。古代の歯車。これ壊せる？あ、壊せる。よっ。ほ。集落。だって黒モリブリになる。いや、次から次へと。青モリブリンと、あの奥にいるの黒モリブリンでしょ。で、あれだよね。チュチュいたよね。エレキチュチュ。エレキチュチュのでかいやついないか。いや、これやれるか？やられた。入れてやるよ。無心の体験が壊れちゃった。違う。なんで今何もできなかったんだ。ちょっとなんかこの辺のヤシの実とか食べとこう。これを使うしかないな。おっしゃ。1、2、3、4。4回ダメージは大丈夫。もう一回いけないか。で、これをしまって盾を持とう。うわあ、リサルシップそうやすやすと壊してくる。オッケー、勝った。こいつは怖いからもう弓で。はあ、無心の体験ありがとうな。かなり重宝させてもらったわ、君のことは。騎士の盾。はあ。ずいぶん強い武器を持ってたんだな。リサルブーメランいらないか。これで障害はないでしょう。かなり戦ったよ。なんかいるわ。あ、でも青ボコブリか。もうこうなったら青ボコブリもね。なん
戦い慣れたようなもんよね。あ、それフル攻撃、回避が早かった。 OK、 ほい、痛い、やり落としちゃった。先に躊躇しますけど、何が起きた？え、しびれて死んだ。あ、キチュチュゼリーってもしかして殴ると周囲が爆発する？その仕様知らなかったな。それ使えるんじゃないか、キチュチュゼリーの、キチュチュゼリーってか各種チュチュゼリー、各種チュチュゼリーの修正利用できそうですね。でも別にあそこ宝箱とかあったわけじゃないからいいや。いい加減タワーを攻略させてくれ。やっぱいい加減タワーを攻略させてくれっていうか僕のさじ加減一つなんですけど。多いな、そのチュチュゼリー。チュチュゼリー？チュチュと青森ブリンの組み合わせ。ハマってんのかな、開発者側が。いや、これいいと思いません？この組み合わせ。僕ね、結構ありだと思うんですよっていう人がいて、ああ、じゃあいいんじゃない、君に任せるわ、みたいな。これ毒の沼だったりする？あからさまに安全そうな沼ではないので。これ使って渡っていくか。危ない、作れた、木でいた。安全そうな沼って何なんだろうな、逆に。こっからはあと登るだけか。ほい、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 ほいっと。やっとたどり着いた。長かったな、この道のり。さて、ここのマップが開放されて、うん、行くべき場所への道は一本道みたいですね。あ、ここ寒いのか。ゲルド族、ゲルド砂漠の奥か。そして馬宿はなさそうだな。だってこんな場所だもんね。行けるかな、あそこまで、目的地まで。こっち行ってみますか。あれっぽいな、あの奥の方に見えるあの屋敷というか。え、めっちゃでかい、ガーディアンがいない。あれが神獣もしかして。ちょっと一旦この辺りで羽休め、パラセール休めをしますか。ほい、よいしょ。なんかの声が聞こえる。あ、下にいるわ、森ブリンか。あれ多分写し絵じゃまだ撮影できないものですよね。うん、でもあれがいわゆる神獣というやつっぽいな。さて、まあまあまあ気にせずというか、今はどうすることもできないから、このまままっすぐ進みましょう。オアシスみたいなところがあるな。おそらく目的地はさっきも言ったあの奥。寒い。なんですけど、このオアシスに何かいたりするかな。ん？人がいる。営みの気配がする。カラカラバザール。ほー、ん？何？その神獣の声か、もしかして。イベント？あー、こいつか。
いわゆるボスだろうな、こいつは。やっぱりラクダだ。いやー、世界観、お前それゼルダか、ワンダと巨像みたいな世界観ではないのか、そのモンスターは。右足と右前足と右後ろ足が同時に出てる。ラクダの歩き方ってそうだっけ。バランス崩しそう、その歩き方。ひんやりメロン、ヤシの実、剣バナナ。あ、ごめんなさい、どこに足乗せてんだいって言われた。バーサーク、バーサーク、買い取ってくれ。すいません、悪態をつかれた。木のお玉。もう行商人いるじゃん。ゲルトのナイフ。やあ、さあ、ポカポカアゲハ、ひんやりあんま。暑さ耐性ね。ゲルトのナイフ欲しいな。トゲモリブリーナリーじゃないか。ゲルトのナイフは振り早かったりする。あんま変わった気しないな。バーサーク。バーサーク。ああ。ボーイはゲルドの町には入れませんけどね。どうして？ん？ああ。電気の矢。はあ。見たことない矢の品種だ。品種で。ゲルドの町？うん。ボーイは町へ入ってはいけない。真珠。ふかふかのベッド寝てみるか、朝ぐらいに起きます。ちょっとお金余ってるし。移動手段欲しいな。ラクダいたりとかしないかな。ああ、一個サボった。そんな人が寝たことに対してサボりって言い草はないじゃないですか。バーサーク、サボった。そうですよ。華奢なボーイはママは許してくれない。しきたり、入り口には関係ないけど周りがうるさい。適齢期になると町を出て婿を探す風習、いわゆるボーイハントね。私こう見えてもお料理、お習字、お裁縫、一通りの教養あるつもりなんだけど、この辺のボーイは求めてないみたい。私に懐かしいボーイはいないかしら。なるほど。料理するか。何が必要かな。足止め。女性しか入れない。でもシーカーストーンあるから入れるでしょ。あのしびれリザルフス干からびてない。そういう習性なのかな。一番強いのは竜骨モリブル。動いた。気づいてる、こっちに。やっぱり振りを打とうとしてるのか。わざわざ相手する必要もないな。離れ。ここか。さて、まあ女性しか入れないという話でしたけど、まあでも多分シーカーストーン見せようが聞く耳持ってくれないんだろうな。砂ざらし。なんだそれ、敵か。でも普通のペット的なやつか。動物っぽい。
勝ったら肉になるのかな。あれでも逃げてった。すいません、失礼します。まあ止められるわな。事情を説明させてくれやしないだろうか。ダメか。うん、これは立ち往生してる人がいる。どうしたものか。もう覗き。ああはいはいはい、覗き。情報。うん、こっそり入ろうとして警備兵に追い出されたこと、かつひです。我が輩何度心が折れそうになったことか。しかしだ、町に潜入した男がいるらしいんだ。何でもその男はカラカラバザールとゲルドの町を行き来しているというので、我が輩はその男をここで待っているのだ。はあ、潜入男子禁制の町。まあメインチャレンジだろうな、そら。とりあえず、じゃあ、祠を攻略しましょうか。愚語知世の祠、5つの撤回。これ使うのもったいないな。どれが一番もったいなくないんだ。リザルブーメランか。うん、これはなんか電撃っぽいけど。うん、うん、なんだこれ。探索できるものを一通り。これ攻撃できる？できない。これはマグネキャッチ。あー、なるほど。ふんふんふん。電気を通していくのか、この各豆電球に。で、この、まあ、鉄のオブジェクトが豆電球の電気を通す役割になるっていう、こんな感じで。よいしょ。で、これも電気製なのか。となると、なんかどっか交差してるところとかにポンと置くと効果を発揮するのかな、これは。なので、これをダメか。これダメ？これだと。あれダメなの？これ電気通すよね、でも。通さないのこれ。通してるな。あ、そういうことか。この端っこじゃないとダメなのね。ほんじゃ、まあこれで、まずはここを開けて、これを取ってきましょうか。そしたら、まあ、これかな。これを取ってきて、最終的にここにつなげたいから、今度はこれをこっちに持ってきて、こうしたらここが開くと。わかりやすいね。お、ライデンの剣。俺は雷、雨の化身。でもこれいいわ。
へえ、そんな、いやでもこんな武器、うわかっこいい、こんなあかんやろ、闇雲にかっこいいやろこんな。次こっちですね。じゃあもうここか。で、あれ、ここか。ここは、あーなるほど、ここはこうか。ここは多分後々必要になるやつだけど、こう置いてこっちとこっちに通電するから、ここにまた塊を置かなきゃいけないってことですね。でこう来たやつを次こうか。あ違う、ここに置かなきゃならないな。あの宝箱使える？もしかして。あ、使える。なるほど。ほい、こういうことですね。で、ここが開いたから、これと、これを使って、ここを開けると。開かないと。わずかに足りなかった。なるほど。面白い。面白かった。いい試練だと思います。うわ、今度こいつ両手に持ってる。こんだけパターン考えるの大変だろうな、これ。ありがとうございます。克服の証。いつもありがとうございます。さて、ここで待つ、こんなところで。カラカラバザールのどこかにいるらしい。戻るの、この道のりを。いやーちょっときついなー。あ、熱い。暑さ対策ができるようなやつ持ってないよね。持ってないよね。急いで帰ろう。はい。